西武研究所所長のみです。今日はですね、メンバーさんからこの写真が送られてきました。これセールいいでしょっていうね、そういうあの写真じゃないですね。これハーネスのラインの位置どこですかっていう感じなんですね。まあ、これはね、以前から話してたけど、これって結構ね、逆に言うと難しいんですよ。何気に難しい、ハーネスライン合わせるの。よくね、言われるのがね、一回説明したことなんだよね。でもね、よくね、なんかね、ここのね、トップのバテンのここからここまでみたいな話が結構あったんですよ。ジョイントのね、この下の部分だったのかな、よくわからん、多分そんな感じ。ジョイントがこうあってて、ジョイントのここのね、つなぎ目ここだっていう、ここのラインの延長線上がハネスラインの位置だというふうにね、どっかで見たことあるんだよね、これね。私はちょっと見解が違って、私はね、ここなんですよ。私はここってね、これ合ってるか合ってないかね、これセール作ってる人に聞かなくちゃ分かんないんだけど、こうマストがあって、ここのね、ジョイントね、ダウンね、私はここなんですよ。こっちのマストトップからだし、ここをダウン引くとテンションがかかるのはここなんですよ。マストがね、ベントするわけだから、そうすると一番パワーのかかるってとこ、ここなんですよね。これどう考えてもそうじゃないですか。でダウン引いた時にマストトップからまたダウンまで、そこが張るわけですよ。そこにね、一本こうやって、ね、線が通るわけね。これは当然ですよね。だからそこに一番こう張りが出るということは、そこに固定されるってことだから、私はこっちだと思ってずっと教えてたんで、未だにこうやって思ってですね。だからセールの作り方によって多少変わってくるのかなと思ってね、ドラフトのポイントを強制的にね、変えているのかなと思ったんだけどね。あとバテンのテンションによって、テーパーバテンってね、こっちのねマスト寄りのね、ね、あるじゃないですか、このマスト寄りね、これなんだ、消えたけど、このマスト寄りね、まあ、ここで言うとこのねマストに寄ってるバテンがこうやってあると、そうするとね、これね、こっちがね、こっちが太いんですよ。太いっていうかね、厚いんですよ。でこう来てだん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 こうやって薄くなってくるっていう、もっと極端に書くとこういう風になってくるわけですよ。ね、でこのカーブのポイントをこの厚さによって、薄さと厚さによってポイントを決めちゃうんですね。だから今はね、どっちかというとチューブバテンつって、これがねチューブなんですよ。これわかるかな、こうチューブバテン、もう硬いチューブバテン、だからこの辺は完璧にフラットなんですね。チューブ、チューブっていうのは丸いね、ストローみたいな、ホースみたいなね、チューブになってるね、そう、カーボンでできてるんだけど、でここのトップからこうね、テーパーバテンっていうのを使って、これでね固定しちゃうんですよ。だからそのセールによってね、バテンによって固定できるっていうのもあるんだけどもね。そしてこのドラフトの位置っていうのを決めるという、だからこれは多分ね、昔と比べると高速化が始まれば始まるほど前にずれるんですよ。これ飛行機の翼断面って私よく言うんだけどね、それと一緒でね、これ昔はね、ただ揚力を発するために、7対3とかって私は昔おっしゃったことでね、でもこれそれは普通の旅客機とかね、グライダーとかっていう感じだと思うんですよ。でこれが実を言うと高速になるへはなるほど、そのドラフトポイント、なんつうの、エッジポイント、これがどん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 前に寄ってくんだよねって話なんですね。揚力よりスピードっていう感じ、エンジンのパワーでスピードをつけるって、まあそう、高速になればなることだから、薄くなってポイントが前にずれるとかってね、聞いたことあるんだよね。これが嘘か本当かわからないですよそう、昔ねフィンを削ってた時があるんですね、セラノフィンとかウェブフィンをすごい削ってた時も、やっぱりその7対3っていうの割合ね、で高速になればなるほどちょっと前にずらしたりとか、いろいろテストして作ってたんですよ。私ね、自分でボード作ってたもんで、それに合わせるフィンとしてね、でこれはね、やっぱり高速になればなるほど薄くなるというふうには作ってたんですね。ただフィンの場合は薄くなればなるほど、高度がなって柔らかくなってしまうので、で最終的にそこでカーボンっていうのが出てきたんでね、カーボンは硬くて薄くできると、だから高速になればなるほどカーボンで硬く、薄くする、でそこのポイントも前にずらすってね、いろんなやり方があったんだけどね。まあこれはね、でもね、作ってみたけどあまりよく分からなかった。硬い柔らかいはよく分かりました。
まあ、フィンの話になっちゃうな、これ、ね。うん、セールの話に戻ります。セールの話に戻ると、だからそのセールのパワーポイントね。だから私はここから、トップから、このバテンのね、ここの一番下のね、こう大体この辺なのかな。これは直線で、ピーって引いたとこのドラフトのポイントだっていう、そこのね、あの基準としてそういうふうにイメージ。だからあとはそのバテンによって多少変わってくるんで、セールのね、メーカーによって多少ずらしてると思うんですよ。これが全て正しいわけじゃないと思うんですよ。だってバテンの、ね、テーパーによって変えられるわけだから。トップの方を前に持ってきて、ボトムの方、下の方ね、をちょっと後ろにずらすとか、それがね、バランスが作れるわけだからね、そのバテン の, あのテーパーによって。うん。だからチューブバテンのね、チューブの硬い部分を長くすれば長くするほどね、あの後ろがフラットになって前に寄せるってこともできるわけだからね。だからこれ一概に言えない。セールのメーカーによっても違う。ってことだと思います。で、これでね、これをね、話、あの最初に戻しましょう、ちゃんとね、この位置どうですかって話だったんですよ、メンバーさんがね。で、これで、腕は疲れますって言って、私がちょっと返答して、これこれ、もしかしてこれマストで疲れませんって話したら、マストが疲れますってことなんで、これはね、話すのが後ろなんですね。最初に見た感じでちょっと後ろすぎかななんてちょっと思ったんですよ。それでちょっと後ろすぎかもしれないですねっていう話をして、マストでどっち疲れますか、ブーム手ですか、マストでが疲れますっていうね。これはだいたい後ろすぎちゃうとマストでがみんな疲れるんですね。でもこれ後ろすぎなくてもマストが疲れるっていうね、傾向があるんですよ。これはね、3点合わせて法則があって、3点ね、セールのパワーポイントと、ボードの接水面と、あと風のポイント、これ合わせるとね、ハネスラインって大体、まあ、合わせ方が分かりやすいんですよ。でね、大体ずれるんですよ、セールのパワーポイントと、接水面がずれる。それを体で補うんだけど、だから体の位置のね、乗り方のフォームが横乗りか前乗りか、そのこう横乗りから前乗り、横乗りから後ろ乗りっていう、この何、微妙な角度ね、角度でハネスラインって変わるんですよ、実を言うと。人が変わるわけだから、乗る位置が。だこれっていうのはもう数字は全く出ないです。もう感覚です。その感覚の違いっていうのはどういう感覚だと、オーバーセールが好きで、オーバーセールでトップスピード好きな人の重心の位置と、ジャストが大好きでそこでいつも乗ってて、これが私は一番風に合うっていう位置ね。あとはアンダーで私は走るんですよ。そのためにの乗り方ね、だからちょっと前乗りになってノーズをね、重心で抑えるタイプ。だからこれによって違うので、一概にここだっていうのはこれ絶対ないんですよ、その人によって。だから私がね、こうやってるようにメンバーさん集めて、この方も最高ですよっていうふうにギチッと教えちゃうと、ハーネスラインってビチッて決まるんですよ。簡単なことなんですよ。だってそのフォームがもういいですよっていうことで、そのフォームを目指して練習しましょうっていうから、それは簡単にね、合う。ただ人それぞれ違う、体重も違うし体型も違うしっていうことになってしまうので、なかなかこれが決められないと。だから基準を決めたら、そこでどういうふうに合わせるかっていうことね。うん。でこれをね、ちょっと見てもらうと分かるんですけども、もっとね、細かくね、ちょっと見ていきましょう。でこれね、ハーネスラインの合わせ方って言ったら、大体ね、私はいつもやることがあって、乗ってて合わせます。でこれの場合だったら、まあ大体基準としては、じゃあここです、 ここのねラインからこう来て、こういうふうに来た時に、じゃあここですって話なんじゃないですか。まあ今度はこれちょっと赤で書きましょう。でここですと、赤見づらい、下のセール赤でした、すいません。これがね、ここですと。そしたらハーネスラインというのは、ね、前の、グリップと後ろグリップがあるわけですね。こうやってね、あのマジックテープでこうやってくっつけられるやつね。そしたらこれ、ここのね、黄色のこれを中心としてハーネスラインをつけるわけよ。こうやって中心としてね、中心として幅を合わせて、こういうふうに、これがね、合わせ方なんですよ。でこのね、前ストラップと後ろのね、この幅っていうのは、これはもう全然もう何でもいいです。だし真ん中のポイントを中心とやるわけだから、均等になってればいいわけ。だからくっついてても構わないわけ。ね、くっついてるハネスラインもありますよね。
で私の場合はねちょうどね、グリップ手のグリップ1個分ぐらいちょうど入るぐらいそのくらいに合わせてますね。あのコンディションによって多分俺変えるんだけどもね、実用性の幅ってね、真ん中のポイントが分かってればほら広げるんだったら問題ないじゃないですかっていうことなんですよ。で私はね、本来もうちょっと広い方が好きなんですね。なぜかというと私ジャンプするんで、ジャンプして引き込むときに羽根つかけたまま私いつもジャンプとかするんで、引き込みをね重視したいんですね。だからちょっと広くした方が重心後ろにあったときに引き込みやすいんですよ。だからそういうのもある。でも通常のものだったらね、グリップ1個ぐらいがいいんじゃないかな、目安として。だっていつも同じだから、いつも同じように設定できるんじゃないね、あのグリップ振って握ってその両サイドにつけなきゃだからっていうことなんです。でここから、本題に入ります。ここから本題ですかみたいな話なんだけども、ここから本題なんです。合わせ方なんですよ。自分が合ったドラフトポイントの合わせ方ね、っていうことをちょっとこれ